皆さんこんばんは。さあ、いよいよ初日が始まります。今日はアメリカカップ、ウルグアイ対コロンビア、1回戦の模様をお伝えしてまいります。解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さて北澤さん、やはり初戦の重みというものがあると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり先に勝たないといけないということで、お互いの気持ちも高いですし、本当緊張感ありますよね。そうですね、ファルクー選手たちを眺めているんですが、ディエゴ・ペレス、スタメンでの起用ですね。非常にコンディションがいいと聞いています。カビラさん。あ、はい、ダボディさん、どうぞ。仮についてですけど、今日の練習ではいつもにも増してフットワークも軽く、非常に調子の良さが見受けられましたね。そうですか、ありがとうございます。ピッチの様子をレポートしてくれるのはフローラン・ダワディさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、タブヤンです。はい、今回から日本代表は一旦、置いておきまして、どうしてもねプレーしたかった私が日本の次に好きなウルグアイこちらでウイニングイレブン2008アメリカカップを戦っていきたいと思います。ホールラン、レクパ、この2人のチームと言っても過言ではない。エストジャノ、やっていきましょう。ルガーノ、もう日本とのね作戦が全然違うんでね。ディエゴ・ロペス、いきますよ。カウンターです。ここはロングカウンター、ディフェンダーとして。そしてフォルランに当てる、打つ。これがウルグアイのサッカーだ。少しノックアウト方式のね、ホームアンドアウェーなしの相手のディフェンスラインは上げる傾向もありますからね。トーナメントになっております。コロンビアといきなり対戦。そしてね、中盤は 4-3-3 なんですけど、レコパ以外はねの2人はディフェンシブなんですね。クリアクリア。さあ、ここからのカウンター。左へバルガス、しっかり守れ。アウ、これは外れた。いきましょう。そしてね、作戦4つ自動で実行してるんですけど、実はね A1 から A4 まで全てカウンター。そしてここはダリオ・ロドリゲスだからね、意味ないんです。カウンターなんです。カウンター。フォワードはフォルランが真ん中にいまして、ファウルじゃないの。両サイドにねウイングがいます。ウイングの名前知らないです。使っていくよう指示が出ていました。そうですか、ありがとうございます。カット。レクパ守備もするのか。縦に送って、フォルラン走れ。フォルランもう31歳ですからね。ここは流れた、繋いでシティバ。おっと、レクパ、そしてカストリート、レクパ戻るエストジャノフ、ドリブルで上がっていく。さあ、ここはもうちょっと引きつけましょう。クリアクリア。おっと、やばいぞ。誰も、なんで見てる、みんな。シュートに行く。危ない。外した。カストリジョン。北澤さん、今の攻撃なんですが。これ危なかった。なんでこれ真ん中に3人もいてるの。そうですね、積極的に行きましたよね。ちょっと、ディフェンダーしっかりしてよ。ディエゴ・ロペス、右サイド。一発カウンターで1対0で勝つというね、ウルグアイのサッカー見せようぜ。スルーパス、来た、フォルラン来た、中にパス、ナイスゴール。これですよ、技術の高さに裏打ちされたフォルランの一発。ボールは左ポストに当たり入っていきました。いや、こんなフォワードスタジアム中は大歓声で揺れています。欲しいよね、日本に。でもポストフォルランがねいたらもう最高だよ。オッケー、みんな引け、後ろ下がれ。でも得点したいというのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。さあ、同点のチャンスとなるか。カットカット、オッケー。フォルランにパス。コースが変わっています、ウルグア
現在1点差をつけています。シュートで終わりたいね、シュートでね。しかしよくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、ちょっと焦ってるかコロンビア。さあレコパがフォワードサンチェスに渡して一気にフォルラインへ。エストジェロン、しかし弾きます。ここは阻まれました。戻れカウンターですよ、カウンター。下がれ。あー来た、ディオゴロブスのとこ。あー、それはないでしょ。ウズだー、追いつきましたね。そんなバカな。ラダメル・ガルシア21歳、きついな今の。ここ取れたと思ったのにな。いやー、決定力あるね。アジアとは大違いですね。アジアの日韓戦とは大違いだな。とても面白い試合展開になってきました。いやいや、面白くない。あと少しで前半の30分よし、カウンターチャンス。綺麗に通りました。放った。オーケー。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。シュートで終わるウルグアイサッカー。あー、キーパー触ってる。レコパが消えるのかな。チャンスをものにしたい。キャプテンも任せましたからね。ちょっと負担が大きいんだよね、レコパの。ホルラン、いいディフェンスを見せます。とここで奪った。ディエゴ・ペレス、おーしい。ディエゴ・ペレス結構守備的なんだけどね。そうですね、でもうまく蹴りましたよ。惜しかった。こういうサッカーでいいよ。ジェペス、いやー、1失点したのはちょっとね、違ったね。必要なチェック。あー、サンチェス取られた。一番いいのはレコパからのスループ。あー、オフサイドでしょ。おっと、え、オフサイド。おっと、来ましたね。え、コロンビア逆転のゴールを決めました。嘘だ、これオフサイドじゃないの。誰も止めることができない。アウェーか、ここは。これが今大会2点目。マジか、あっという間の逆転劇。ここからどんな試合を見せてくれるか。しかし、まあ、レコパのドリブルしようか。ちょっとしたミスで動くんだよ、まだ分かりませんよ。しかしレコパ素晴らしい速攻でしたね。いやー、ダイナミックでしたよ。いい守りを見せました。ウルグアイとしてはなかなか厳しいですね。前に出した。これは痛いね、1点攻めるしかないよね。前にいるぞ。一旦後ろへ返します。ディエゴ・ロペス、きついな。縦にボールが出て回します。スペースに出した。あー、もったいない。ゆっと、ナイスカット。取り返した。右へ出した。さあ、上がってきた。サイドバック上がってきた。スルーパスを出してくる。おー、マイボールじゃないの。バルガス、嘘だ。ここからイヴァン・コルドバ、競り合います。みんな守備力はあるからね、ウルグアイ。後ろからチェック。あー、ちょっとやばいぞ。下がろ。ロダジェが抜けてきた。まだ前半だからね。ルバードナイス。ここは阻まれています。身長あるからね。ここにドミンゲス。オッケー、カット。もう一丁カット。ロダジェが、おっと、打ってきた。あー、それは入らないわ。ここは入れたかった。本当に行っちゃったんでね。やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。やばいな、後半ちょっと攻撃的な選手を増やすか。一旦はたきます。いやー、中盤をちょっと攻撃的選手に変えよう。くっそー。雰囲気としてちょっと押されているようにも見えるんですが、いかがですか。はい、後半に入るこのハーフタイムでなんとか調整してね、流れを取る。さあ、ウイング2人をね、ちょっとエンドが変わりまして変えました。スタミナですね、スタミナの、スタミナ十分にしたかったんでね。ヘッドで競る。ホールラン、レコパ、さあ戻して、ホールラン一人で行く。かわす。
一人で打つ。ホルランすげえ。レコパね、弱点はスタミナがないという。結構走りすぎましたレコパ。大きく縦出します。レコパヘディングではちょっとヘッド。ドミンゲス、オッケー。再び奪い返した。レコパのパス、ここはバルガス。おお、一人空いてる。チャーンス。ーああ惜しい。チェバント惜しい。いい動きしたよ。ああダメか。大きく前へ出します。この大きなパスはクリア。ホールランキープして。狙いとしてはいいと思いましたけどね。レコパのスルーパス。ラダメルガルシア、無理か。ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ウルグアイの野望は1回戦で終わってしまうのか。ちょっともったいなかったですね。終わりたくない。シュートでしたよ。やばい、そこで取られたらやばいよ。中央へボールが出てきた。やばい、カット。うわー、ループシュート、クリア。おー、コロンビアもやるな。ここは何としてでも決めたいところですね。ボールが入ってきた、クリア。オッケー、ここはなんとかクリアです。ホルランが戻らないといけない。まだありますよ。おー、クリア。ホルランがクリアしたら誰も取れないよね。ちょっとうまくいきませんでした。あーおー、ちょ、なぜホルランがここにいる。さあいけるか。後ろへ預けた。大事なところ、ここで流れをつかみたい。よし、一人しかいない。バルガス、ホルラン下がりすぎだよちょっと。間、レコパ来た、レコパ来た、レコパ来た。マークされてる。もう一人足りないな、もう一人。強い、お、来た、もう一人来た。ちょっとオフサイドか。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。イエローね。しかし、え、怪我したの、大丈夫かい。ですが、フリーになってる選手がいましたからね。あえて止めた形でしょうね。ああ、立ち上がりました。どうやら、チェバントン大丈夫か。さあこの位置でのフリーキック、ここだったら狙ってくるかもしれませんよ。ウルグアイ狙ってきた。おお、ポスト惜しいですね。うわー、悔しい。やばい、カウンターだ。いいマークでしょ。ナイスカット、ナイスカット。縦に送ります。よし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 、ダリオ・ロドリゲスも上がれ。あと1点負けてるんだ。レコパ、レコパ疲れてるのか。そしてここはスタミナも、レコパ交代するしかないのか。さあ1人で上がっていきます。でももう3人変えたからね。交代できませんよ。真ん中から上がっていこうというところ。70分か、落ち着こう。カウンターで行こう。なんだこいつ、歩いてるぞ。行くか、おい、こいこいこい。おお、やばい、開いた開いた。打ってきた。おお、下手くそで助かった。サイドバック上がってきたの。そうですね、カウンターしたかったね。あそこまで持たしてもいいから。ディエゴロペス、自分たちのリズムに持っていきたい。ホルラン頼む。これはオフサイドです。あ、オフサイド。非常に微妙でした。しかしオフサイドの判定。ホルランライン見とこうぜ。もっとヘッドで競り合う。うわ、ここを取ってね。右に送ります。縦から、いやー、やばい、これはやばい。打った、カットカット。これはどうだ。うわー、オッケー。ポストの左です。ちょっともったいなかったですね。まあまあまあ、人数いるからね。大丈夫大丈夫。次のきっかけになるかもしれませんよ。ウルグアイ、ペースをつかみたい。レコパボール持つとキレがいいんだけどね。ディエゴ・ペレスが、さあ前にいるぞ。よし、チャンス。さあクロス入れてくるか。いる、ホルランいる。あー、もう一回いける。クロスが出てきました。よし、ここは合わせられませんでした。入ってきた。ファールの判定。え、PK？ 違うのかい。こっちのファールかい。ウルグアイ。やばい、時間なくなってきた。追っています。ホルラン来た。なるわけですが、少しずつ攻めに転じている。そうですね。奪ってから非常にホルランダのみで行きたいんだけど。いい攻撃が目立ってますよ。
ポルトガルのクリスチアーノ・ロナウドのようにね、フォルランがやってほしい。おっと、よし、よしよし、あー、何やそれ、何それ、もったいない。時間もほとんどなくなってきました。嘘だ、負けたくねー。大きいでしょうね、声援にね、答えてほしいですよね。うわっと惜しかった。コロンビアのシュート精度が低すぎる。だけなんですけどね。くっそー。ディエゴロペス前方へ、フリーが十分フリーなんだけどね。右に送ってディエゴペレス、ここでね、一旦右来た。あー、ワンツーできない。あー、カットされた。いや、ナイスカット。おー、バルガス惜しいね、今の。うわー、ボールハンコブ。ここで選手交代。やばい、もうロスタイムか。1点取るんだ、みんなで。レコバ、後ろからのマーク。もう選手の能力はこっちの方が上なんだけどね。お、チャンス、激しく当たります。いや、もったいない。今の決められないか。今の決定的だったね。おチャンス、まだある。これ切り返して、真ん中、ボール正面に来た。あー、ここで笛です。ウルグアイ無念の1回戦敗退です。そんなバカな。今日の試合を振り返ってどうでしょう。そうですね、ウルグアイとまさか1回戦で終わるとは思えなかっただけにね。フィニッシュでの動きが悔やまれますよね。今日は残念です。悔やまれるわ。調子良さそうだったんですけれどもね。いやー、そうですよね。いいチームなんだけどね、ウルグアイ。前半27分、ラダメル・ガルシア、同点となるゴールを演出しました。そうですね、シュートを打つ前の選手のプレーなんですけど、シュートに至るまで素晴らしいパスが出ましたから、結果的に欲望のあるリズムが生まれるんですね。コロンビアもやるよね。2発食らったもんな。重要なシーン、前半33分、ラダメル・ガルシア、チームの不安を吹き飛ばす勝ち越しゴールを決めました。結局そうなんだ、これなんで2発目なんだよね。となりました、オフサイドではなかったんだ、これ、ね、シュートに入る前のことなんですけど、いいパスが出ていましたから、ああいった合図のようなパスがあると次につながりやすくなりますよね。キーパーも飛びやすすぎたのか。試合を終えてみますと、結果は2対1、ウルグアイ勝利することができませんでした。残念。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。さようなら。ウルグアイの戦いはここで終わってしまいました。それではまた、さようなら。